231軽骨 S26 編成が配給輸送されました。JR 東日本は、4月3日から4日にかけて、秋田総合車両センターへの入場のため、E231 系1000番台骨 S26 編成を配給輸送しました。E231 系1000番台は、2000年6月に運行を開始した近郊タイプの E231 系電車です。東海道線、高崎線、宇都宮線などで運用しています。2015年からは、小山車両センター所属編成、2020年からは、神津車両センター所属編成において、機器更新工事が行われています。機器更新工事は、大宮総合車両センター、東京総合車両センターの他に、業務量調整のため、秋田総合車両センターでも行われています。今回は、S26 編成が、秋田総合車両センターに入場しました。秋田総合車両センターへの入場のため、新潟車両センターに所属する EF81 型134号機による牽引で、神津から土崎へ配給輸送されました。機器更新工事などが行われる予定です。2024年度では、1編成目の機器更新工事となります。JR 東日本によると、神津車両センター所属の E231 系の機器更新工事について、2024年度は、7編成を秋田総合車両センターで実施する予定としています。これで、4月3日の KAB ニュースを終わります。